それでは1月25日の3問に入ります。賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても先取り特権を有する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ、丸ですね。先取り特権っていうのは、別の債権より優先して先に取っていくことができる権利なんですね。まあ、先に取っていく権利、特権。まあ、漢字の通りってことですね。で、先取り特権っていうのは、法定担保物件と呼ばれるものです。つまり、債務者の債務不履行があった場合、当然に先取り特権が発生するんですね。今回の問題で言うと、賃料を支払わない場合、この場合にもう自動的に先取り特権が発生するんだっていうふうに、もう法律で定められているんですよ。だから法定担保物件と呼ばれるんですね。つまり、当事者での先取り特権つけますよ、いいですよっていう合意は不要だって話なんですよ。先ほども言った通り、債務不履行があったら、もう当然に自動的に先取り特権が生じるんだっていうふうに法律で定められているんですね。で、不動産賃貸の先取り特権っていうのは、建物の賃貸借の場合、賃借人がその建物に備え付けた動産、および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。したがって、賃料を支払わない場合、賃貸人は家具とか、あと宝石とか、そういったものを差し押さえることができるという話なんですね。まあ、このあたりはもう理解すれば当然だと思っていただけると思います。で、問いに入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、押してチャンネル登録していただければと思います。で、問いにですね、手付金額の制限についてです。宅建業者 A は、宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で、今回は、記述式のようになってるんですけれども、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。発注規制の一つである手付金額の制限についての問題なんですけれども、発注規制なので、売り主が宅建業者、買い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。で、その際、売り主業者が買い主から受け取れる、手付金の金額っていうのは、代金の 20%、これが限度なんですね。20% を超えて手付金を受領することはできません。したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の 20% は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅建業法違反になるということです。で、問い3です。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ〇〇および〇〇の意見を聞くとともに、〇〇に協議し、その同意を得なければならない。括弧に当てはまる言葉は何でしょうか。答えは、都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会、この2つの意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないっていうことです。これは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです。一方で、国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合、定める場合の手続きの方法っていうのは、あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよ。このあたりは対比して覚えておきましょう。この点については注意事項があります。で、注意事項については、個別指導の中でお伝えする流れになりますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認ください。勘違いしている人が多い部分なので、きちんと押さえておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。